知らないとやばい、どっちが痩せる、ビオフェルミン対ビオスリー。はい、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。あなたは痩せるためには腸内環境を整えると良いと聞いて整腸剤を飲んでいるけれど、これが自分に合っているかよくわからないなんてことないですか？それは本当の腸内環境を整える活動、腸活を知らないからかもしれません。そこで今回はあなたに合った整腸剤の正しい選び方と根本的な痩せ体質を作る腸活、そして簡単にできて美味しいレシピをご紹介します。これであなたの腸内環境が整って根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。実際に私のクライアントの方も腸活を積極的に行ったことで3ヶ月でマイナス10キロ目標達成できていらっしゃいます。ぜひ最後までご覧くださいね。目次です。1、あなたに合った整腸剤の選び方。2、腸活で痩せる理由。3、食べて痩せる簡単で美味しい神レシピ。4、これを知らないと逆に太ってしまいます、注意点。この順でお話します。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで心も体も健康で綺麗に痩せていく女性を増やしていきたいって思いで配信しています。ぜひチャンネル登録していただいてお役立てくださいね。では目次1です。あなたに合った整腸剤の選び方についてお話します。数多くある整腸剤、腸内環境を整えるのが大前提ですが、ポイントはあなたがどうなりたいかです。大きく2つのタイプに分かれます。まずこちら、食生活の乱れが気になる方ですね。要するにデブ菌と呼ばれる悪玉菌がたくさんいるタイプの方ですね。もしくはこちら、便秘や軟便、いつも腹部が膨満感でお腹の調子が気になっている方、こちらはお腹、腸の動きがお悪いタイプ。あなたはどちらのタイプですか？ここからはそれぞれのタイプに合った整腸剤をお伝えします。まず食生活の乱れが気になっていらっしゃる方、要はデブ菌と呼ばれる悪玉菌が優勢になっている方は A タイプとしましょう。この A タイプの方はズバリこの整腸剤、はい、新ビオフェルミン S って、この新ビオフェルミン S 錠ですね。この整腸剤にはビフィズス菌、フェイカリス菌、アシドフィルス菌という菌が配合されています。これらの菌たちが悪玉菌の増殖を抑えてくれますから、あなたの腸内環境が整います。では次、腸の動き、要はお腹の動きが良くない方のタイプを B タイプとしましょう。この方におすすめの整腸剤はこちら、ビオスリーハイになります。こちらは乳酸菌、酪酸菌、糖化菌という菌が含まれています。この菌たちすごいの、お互いにそれぞれ補い助け合って善玉菌を増やす効果があります。で、特にいい仕事をするのはこの酪酸菌、あなたの腸の動き、大腸の動きを活発にしてくれる作用があります。ただし腸内細菌の種類やバランスは人それぞれなんですね。実際に1ヶ月程度は試してみてご自分で体感しないと効果は分かりません。もし飲んでいても効果を感じなかったという方はあなたに合っていないかもしれませんので、ぜひ違う菌が配合された整腸剤を次に試してみるというのがポイントです。これでよりあなたに合った整腸剤選ぶことができます。ここまで整腸剤のお話をしていてなんですが、実は私は整腸剤飲んでいません。でもマイナス10キロリバウンドなし、もう何年も病院のお世話になっていないですね。それはなぜかということを次の目次でお話します。では目次2です。私が整腸剤をなぜ飲まないのか、それは整腸剤だけでは痩せないからなんです。体に良い菌を取り入れることで腸活ができていると思っている方も少なくないと思うんですね。もちろん痩せ菌と呼ばれる善玉菌を日々食事から摂取することはとても大事なので、もちろん整腸剤も無駄ではないんですよ。ですが消化器専門医の川本徹先生もおっしゃってるんですけれども、それだけではあまり意味がないんですね。その理由は
善玉菌は実は1日から2日であっという間に体から出ていってしまうんですよね。もちろん菌の死骸は善玉菌たちの餌になるから無意味ではないんです。でもより大事なこと、それは1、食物繊維を摂ること、2、超動きがいい腸にすること。この2つ。するとどうなるか。腸の動きが良くなる。すると腸粘膜からムチンという液体が出る。このムチンのおかげで善玉菌が増える。それによって結果的に腸内環境が良くなる。そして痩せる。整腸剤だけでは食物繊維は摂取できません。なので腸がよいしょよいしょと動く材料がないと蠕動運動も活発にはなりませんよね。それに整腸剤って美味しくない美味しくないとつまんないじゃないですか。私は生きてる間に美味しいものいっぱい食べたいなって思います。では具体的にどうしたらいい。まとめると、1、善玉菌、2、食物繊維、3、超動きがいい腸にすること。この3つの作用がギュッと詰まっている食材を毎日美味しく食べること。そうすれば健康で綺麗に痩せます。ということで次の目次です。目次3です。食べて痩せる神レシピ。先ほどお伝えした善玉菌、食物繊維、超動きがいい腸を作る、この3つが全部入っている食材を使った簡単で美味しいレシピを、まず材料、そして実演で作り方、この順でお話します。はい、ではまず材料です。レシピはこちら、昆布酢納豆になります。材料は2人分です。まずは国産大豆からできている納豆を3パック準備してください。国産大豆の方が遺伝子組み換え大豆が混入するリスクを防ぐことができます。次は純リンゴ酢大さじ3。ぜひお酢は純リンゴ酢選びましょうね。見分けるポイントは原材料がたった1つだけ、国産のリンゴ果汁 100% のみ出てきた無添加のリンゴ酢が痩せます。そして次は醤油になります。こちらも無添加の醤油選んでくださいね。醤油はね、大さじ2準備してください。次の材料はこちら、無添加の甘酒になります。材料はぜひ米麹からできている無添加の甘酒選んでくださいね。見極めるポイントはこちら、原材料名チェックしましょう。米、国産、米麹、国産米と書いてありますけれども、こちらのような無添加お米からできているものを選びましょうね。間違っても砂糖とかね、人工甘味料入ってるような甘酒は選んでは NG です。はい、そして次はこちらです。人参になります。1/4本、このスライスした状態で準備してください。そして次は昆布になります。だいたい3センチ角あるものを細かく細切りで準備してください。そして最後はこちら、ごまですね。私たまたますりごま選びましたけれども、いりごまでも OK ですよ。でおすすめは白よりも黒ごまになります。アントシアニンが豊富なので脂肪燃焼効果もアップしますし、健康にも丸です。ではここから早速実演でレシピ作っていきますね。まずはこういった蓋ができる容器準備してください。そしてまず人参は千切り、昆布は細切りにもカットした状態でこんな風に準備しておいてくださいね。そして器ですね、こちらに納豆、甘酒、純リンゴ酢、醤油を入れていきます。ということで納豆はですね、こちら私はひき割り納豆を選んでいます。ひき割り納豆はですね、粒の納豆ももちろん悪くはないんですけれども、ビタミン K とかね、栄養価が高かったりとか発酵がね進むのでおすすめです。ということでこちら容器にね、まず3パック入れていきますよ。いいですね。さあ、そう、そして注意、この天ぷらのタレは絶対使わないでください。なぜかというと化学調味料がいっぱい入っているので、そんなものをですね日々召し上がるとあなたの味覚が異常になってしまって、ますます太るものがやめられない、止まらないということに、ね、なりますから、ぜひそういった人工甘味料とか化学調味料が入っている天ぷらのタレはもう使わないっていうのが一番です。だから私はもうごめんなさいして処分してます。ではこれ3拍目入りますよ。はい、入りました。さあどんどんいきましょう。じゃあ納豆、そして今度は、甘酒が大さじ2でしたね。はい、ちょっとよく振って、
これもちろん手作りの甘酒でもいいんですよ。ただね、甘酒は飲む点滴と呼ばれてるぐらいですごくいいものなんですけども、カロリーがね高めなので、やっぱ取りすぎは注意ですよね。はい、2杯入りました。でもこの納豆と甘酒かですね、例えばタンパク質とかビタミンとか食物繊維ミネラルもですね、もう全部取れちゃいます。必須アミノ酸9種類とかですね。なのでぜひぜひしっかりとこの納豆と甘酒をセットで使っていきましょう。よく混ぜます。でこの納豆の納豆菌とこの甘酒の麹菌ですね、これで腸内でね善玉菌がめちゃくちゃ増えるので、もうよくここでねまた混ぜてあげてください。ちなみにこの保存瓶は無印良品で購入しました。めちゃくちゃ使いやすいですよ。はい、そして、あ、そうだ、純輪お酢と醤油。純輪お酢が大さじ3ですね。はい、で、この納豆と純輪お酢を使ったベースの、酢納豆ですね。ベースのレシピあるんですけども、詳しく知りたい方はですね、コメント欄にこの酢納豆のね、動画のリンクも貼ってますので、ぜひ、動画見終わったらそちらもチェックしてみてください。ということで、純輪お酢123。はい、リンゴ酢も絶対痩せるね、純リンゴ酢選びましょうね。そして次です、醤油大さじ2。はい、これも無添加の醤油でお願いしますね。私もこれはね国産大豆からできた無添加のお醤油使ってます。大さじ2、はい、入れていきます。もうすでにめちゃくちゃ香りがいい。はい、はい、大さじ2杯入りました。ということでここでですね、一旦ごまを加えていきましょう。ぜひ黒ごまがいいですよ。アントシアニンが豊富で痩せます。脂肪燃焼効果もありますしね、健康にもいいです。でこれは、小さじ1から2、これはお好みでいいですよ。お好きな方はね結構たっぷり入れてもめちゃくちゃ香ばしくて美味しくなります。これ小さじ1ですね。はい、入りました。そして丸1を入れるということで、人参と昆布ですね。でこの瓶にまず人参を入れていきます。はい、全部入りました。これ人参以外にもお好みの野菜でもいいですよ。大根とかね、要はスライスで千切りにされたらいいです。で次昆布入れていきます。またこの昆布がねいい仕事してくれますよね。はい、全部入りました。見えますでしょうか。これちょうど、お、昆布が逃げた、一本入れます。はい、これでねしっかりとよく混ぜていただいて、で実はこちらですね、しっかりよく混ぜて蓋をして保存、冷蔵庫で保存していただくんですけども、なんと1週間ほど日持ちします。ただね、美味しいからもう1週間もね待たずとして全部食べきっちゃうと思うんですけども、なるべく早く召し上がってくださいね。でちょっと小腹が空いた時とか、もうほんとこれ立派なおかずになりますので、ぜひですね、あ、なんかちょっと発酵食品足りないなって、この昆布とか納豆のこうネバネバ食品ですね、食物繊維欲しいなって時はもうこれめちゃくちゃおすすめのおかずになります。もちろんご飯にかけても美味しいですし、このままねペロッと食べてすっごい美味しいんですよ。もうまずはポイントはこの無添加の材料を選んでいただいて、そして作り置きができるのがいいですよね。例えばご家族がねご自身のダイエットに付き合ってくれないという方、もう大変でしょう、ご飯準備するの、ご自分の分だけとか分けてた時に、こんな風にご自分のためだけに、こうまずはですねこういった酢納豆ね、あと昆布酢納豆ですけども作っておかれるとすんごい便利です。さあできました。めちゃくちゃいい香り、もう食べたいっていう、もちろんすぐに召し上がってもいいんですよ。はい、お一人分召し上がるときはこの材料をね半分ぐらいにしていただくといいと思います。じゃあここしっかり蓋を閉めたら、よいしょ、はい、完成です。はい、ではここから目次4ということで、注意点、これを知らないと逆に太ってしまったり健康被害が出ますから、ぜひチェックしてください。では注意その1はこちら、摂取量についてになります。今ご紹介した酢納豆ですね、昆布入りのもうすごく美味しいです。でついつい食べ過ぎちゃうという方もいるかもしれませんが、やはり納豆の1パックに含まれているイソフラボンの上限が
75mg ぐらいが適量って言われてるんですよね。で1パックにそのイソフラボン 35mg 程度入ってますから、まあ、食べても2パックまでですけども、そんなに頑張らなくていいです。納豆は1日1パックで十分です。また納豆はね、プリン体も含まれている食品なんですよね。これを摂取しすぎますと痛風などの原因にもなりかませんから、ぜひ量は守っていきましょう。注意その2は、材料そのものが無添加であることにしましょうね。まず納豆でしたら、国産大豆からできた遺伝子組み換えではない良質の大豆を使うことであったり、もちろん化学調味料が残念ながらいっぱい入っているタレはもう使わないということ。そして各材料、そうですよね、リンゴ酢だったり甘酒、醤油等々をやはり完全無添加のものがおすすめです。なぜかというと、せっかくいいものをとっても材料そのものに化学的な調味料、甘味料が入っていると、あなたの味覚が異常になってしまって、ますます太る食べ物がやめられない、止まらないになってしまいますから、元も子もありません。ですからなるべくというよりは、もうできる限りですね、無添加のものを選んでいただきたいなって思います。そして注意その3はこちら、食べるタイミングについてです。もしあなたが健康で綺麗に痩せたいと思いでしたら、やはりこのお伝えしたレシピは朝に召し上がっていただくのが一番効果があります。朝からしっかりタンパク質摂取できますし、納豆や甘酒などのダブル発酵食品で、そのパワーでですね、腸内環境も整って、お腹すっきり、朝からデトックス、そしてタンパク質を摂ることで食欲も朝から収まりますから、その日一日代謝も上がって良い状態で過ごすことができます。でまたそうではなくて、ちょっと夜に食べたいなっていう方は、納豆キナーゼの効果がありますから、血液がサラサラになるので、寝ている間にやっぱりドロドロチってなりやすいんですよね。そういったのを防ぎたいっていう方は、夜にちょっと召し上がってもいいと思います。さあ、ここまでこの動画ご覧になったあなたは、もう腸活ダイエットの一歩を踏み出していらっしゃいます。実際にこの腸活で3ヶ月マイナス10キロ目標を達成した方がたくさん出ていらっしゃいます。お知らせの後に、今回の動画の大事なポイント、まとめのお話があります。ぜひ最後までご覧くださいね。腸活ダイエット整体師として、これまで1万人以上の方の心と体のケアをした経験から、根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができる腸活の詳しい動画を今無料で4本プレゼントしています。ぜひ受け取ってくださいね。受け取り方法はこちら動画説明欄の下にリンクを貼っております。 LINE のご登録から受け取ってください。では今回の動画まとめポイントになります。1、せっかく整腸剤を買っているあなたはですね、整腸剤だけではなくて、お伝えした通りご一緒に食物繊維や酢酸が含まれる純リンゴ酢をセットで召し上がってください。私一個人としては、整腸剤ではなくて食事から摂取するのをお勧めします。2、お伝えした紙レシピは1日1パックあたりが目安です。くれぐれも美味しいので食べ過ぎ注意です。3、お伝えした紙レシピはぜひ朝に召し上がっていただくのがおすすめです。朝から食欲が収まって、燃えやすい体質のまま1日過ごすことができます。ぜひ取り組んでみてくださいね。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に作って食べてみたらこんなんだったとか、あなたのオリジナルのレシピがありましたら、ぜひコメントで教えてくださいね。楽しみです。それでは次回の動画でお会いしましょう。